ラジオネームコッコさん、私は肉まんを食べるときにソースをかけて食べます、うん、家は小さい頃から小皿にソースを入れてそこへ肉まんをつけて食べます、うん、なのでコンビニで肉まんを買ったとき困るんです、うん、だってソースをくださいと言うと不思議な反応されるから、うん、これってうちだけでしょうか、はいはい、うまそうだねこれは、うん、なんかもう想像つく、そう確かに、うん、やってはないけど、うん、絶対うまい、まあ美味しいだろうね、美味しそう、まあ、俺もやったことないですけど、でも俺、うん、俺なんか変な食べ方しちゃうんすよね、肉まんを、うん、どういう食べ方？あの上だけ、上の皮だけ剥ぎ取って、まずそこだけ食べ、わかるわかる、上の皮だけ剥ぎ、あの中身のね、そのお肉の餡の部分食べずに、とりあえずあの上の分厚いあの皮の部分食べて、で、あとはそれを食べる。残った方わかります。わかります。はい。あとね、こういう系のね、食べ物全部ね、そうやって食べちゃうの。俺もそう。そう、そうなんだ、一緒やな。そう、うん。アイスで、チョコでコーティングされてるアイスってよくあるじゃないですか。あれもね、あ の, チョコの、周りのチョコだけ先食べちゃうのよ。うまく剥ぎ取って、側面はさ、細いからさ、あの、もう本当にチョコチョコチョコ食べるんだけど、そのさ、あの、何太い方、うん、その、なってる部分を、パカって取れた時の気持ちよさ。わかるよ。わかる。そう。それこれね、前ね、フロイニで、はい、リヒトかな誰かと一緒になった時に似たような話して、めちゃくちゃ惹かれたもんね。マジでやっぱ惹かれるよね、こういう話。なんでみたいな。そう、なんでなの。でも、わかんないの。もうなんかそう言って食べちゃうの。それがいいんだよね。そう、それがいいのよ。それがうまいの。フェンファンは肉まんとかもガブっていくタイプじゃん。なんで知ってんの？いや、大体そうだろ。大体そうだろ。知ってんの？いや、珍しい。大体そうです。俺らの方が珍しいタイプなんで。あ、まあ、そうそうそうです。そうそうそう、はい、そうだよね、はい。びっくりしましたけど。まあ、でもソース珍しいですね。でも、からしとかあるからね。あ、そうだね。そうだね。そういうのもあるのかもね。合うよ、はい。ありがとうございます。はい、じゃあ続いて。